こんにちは。こんにちは。ピンクチャンネルです。こんにちは。なんか、とてもソファーに置いてあるんですけれども、ご了承ください。そして皆さん、この服、覚えていますか？覚えてる？これで鉄火団子して。たの。はい。で、インスタの質問で、普通に気になってデートでカエル化した瞬間。これ、マジで、気になって、絶対おもろいと思って、もうみんなにね、募集したのね、インスタの質問で。したらもうおもろいです、これ。もうね、本気でね、吹いちゃう、笑っちゃう。でも、質問の中でも結構来てたのが、リンカ氏は、しますかみたいな。カエル化行動。カエル化しちゃいますかみたいな来てて。まあ、リンカなんだけど、私ね。初めまして、リンカです。私なんだけれども、カエル化行動、まあ、するかって言われたら、今の人は、なんもない。もうね、頭の中でもね、思ったらなんもないの。でも、前の人とか、こういう過去の経歴とかを見てたら、カエル化はしないんだけど、カエル化はしないんだけど、カエル化はしないんだけど、こんなんあったんだよね、エピソードが。ある。それはカエル化かって言われたら、でもカエル化ってそれで冷めることじゃん。でも、リンカそれで別に冷めてなかったから、リンカは多分しないと思う。カエル化はね。カエル化行動っていうよりかは冷めるとかは、なんか、言動とか、行動って、冷めはしないんだよね、リンカは。でも、今の人を思ってみたら、マジでなんもないんだよね。本当になんもないと思って。で、みんなのね、やつをね、募集してみました。そして、数の質問。もうすごく来るの。それがなんか生理現象で起きるものとやっちゃうものに結構二つに本当に分かれてて、生理現象系で一番びっくりしたのが、夏で鼻に汗かいてた時。これね、思ったの。なんか生理現象系じゃん、鼻に汗をかいてたって。だからさ、なんか仕方ないことじゃん、鼻に汗かくなんて。だからこれにカエル化するんだ、世の中の女の子たちってめっちゃ思った。でもさ、これさ、女の子にも構わずさ、男の子もさ、カエル化しちゃう。女の子が鼻に汗かいてたりとかしてさ、え、どうしよう、リンカとかさ、鼻に汗かいてないかな、不安、怖い。でもなんだっけな、暑そうに見えないってよく言われる、リンカ。夏暑苦しそうに見えないって言われる。でも全然暑いんだけどね。なんかさ、夏とか無理じゃね。だってさ、浴衣着たとか着たりとかするとさ、絶対に暑いじゃん。暑苦しいじゃん。無理じゃない？カエル化って何ですか？倍11女子。カエル化を説明しよう。まずみんなに。カエル化現象は、現代の若者の間では好きな相手などの嫌な面を見て絶望する。幻滅する、冷めてしまうといった意味合いで使われています。このカエル化現象によって恋愛がうまくいかないと悩む人が増えていると考えられています。だって、だから好きな人のことを、え、それあるなる行動のことをカエル化現象っていうらしい。お財布がビリビリタイプだった時あのアディダスとかナイキとかのやつでしょ、首に下げてさ、ブリブリブリってやつでしょ。いや、別になんかその方がおもろいに変わっちゃうな、リンカだったら。いいね、こういうのでサメカエル化する人もまあいるよねって感じ。シンプルに鼻くそついてた取ってやれよ。好きな人の鼻くそとかだったらもう全然もう食べれる。ピンポン押すやつあるのに、すいませんって言ってたこと。ご飯屋さんとかでピンポンってこうやってあるのに、すいませんって言ってたってことでしょ。よくない？よくないか、それくらい。ねえ、リンカさ、カエル化現象をさ、あんまりさ、理解できないからさ、こんなんでなるの？ってことがめっちゃある。けど、やっぱこういう人もね、いるんだね、世の中にも。おならの匂い嗅いできた。まずさ、おならしたって言うんだと思わない？これ。お米がプッて口から出た瞬間親指で鼻をじってた、爆笑。え、かかと？元気あるんだけど、リンカ。店員さんへの態度とかが悪かったらさすがに変えるか。変えるかっていうか、多分あれだよね、これ。冷めるじゃない？冷める方じゃない？これ。彼氏なんかに変えるかしないんだって。素敵。いいね。クチャラーで傷ついて食べる。クチャラーはエグかった。みんな言ってるね、クチャラーって。たこ焼きめっちゃ熱いのに一口で食べて火傷して食べ方汚かった時。ねえ、待って。めっちゃおもろい話あるわ、これ。なんか、なんだっけな、中華街。リンカが彼氏と、中華街、なんかさ、カメラ曲がってね。なんかリンカが、中華街、カエル化じゃないよ。経験
カエル化とかじゃないんだけど、そうやってやってくれるんだって、すごく尊敬した時、尊敬したんだけど、彼氏と中華街に行ったの。で、中華街に行って、なんか、違う、新大久保だ。に行って、ハットク食べて、めっちゃ暑かったの、それが。で、暑い暑い暑いって、って感じで、暑い暑い暑いって言ったら、その、ふっふっ、そこでやってくれたのね。彼氏が、そこでリンクがこうやって、あぶってたでしょ、うって、こっちにリンクあげるでしょ、そこを、ふっふっってやってくれたの。かわいいって思った、リンクそこで。めっちゃかわいくない？想像して、こうやって、あふっと食べてるでしょ、これをこうやって、あふっと食べて、あ、熱い熱いとか、熱い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 みたいな。もう本当に熱かったので、しかもリンクってめっちゃ猫舌だから、マジで熱いもの食べれないの。で、熱い熱い熱いってしたら、もうここで、このここに、って書いてあってくれたの。可愛くない？そんな人いる？って思わない？もうさ、なんかさ、彼氏のことさ、好きすぎてさ、なんかカエル飼ったかよりも、なんか、可愛いってなる。もう、悩む本当に。リンク、最近の悩み本当にこれ。なんか、可愛いし、なんかもう可愛すぎちゃうし、なんかもう、とにかく可愛いし、なんかとにかく好きすぎるって感じ。だって、さっきもね、なんか、これ、撮る前に微熱してたんだけど、微熱してて、なんか、すごくたくさん話をね、話したんだけど、なんかそういう時とかもうすごくね、楽しそうに話を、なんか、リンカって、リンカが話す内容を楽しそうに聞いてくれる人がいいのね。例えば、それでそれでみたいな。楽しそうに聞いてくれる人がめっちゃ好きなのね。で、ママって、リンカの話をすごくね、楽しそうに聞いてくれるの。すごくね、深入りもしてくれるのね。それどうなったみたいな。そんでみたいな感じで、たくさん話を聞いてくれるのね。で、リンカそういう人が大好きなのね、めっちゃ。で、話したいし、話を聞いてほしいから、リンカってね。だから、めっちゃそういう人を好む習性なの。で、それ彼氏もそうなのね。最高じゃないって話。ね、ごめんね。普通にカエル化行動やっとこう。今、リンカの話だったよね。なんかさ、リンカさ、こういうさ、質問募集するとさ、なんか、リンカの話になっちゃう気がするんだけど。ご飯食べるとき、口に入れるときだけマスク外して、マスクし直すのほんと嫌だった。あーね。なんかどっかでも言ったよね、リンカこれ。なんかいたんだよね、そういう人。なんか、しかもリンカって、ご飯めっちゃ食べるの早いから、なんかご飯、なんかどっかで言った気がするんだけどな、ご飯をすごく早く食べて、で、リンカまだ食べてんのに、ご飯をすっごく早く食べて、すぐマスクする人。それは、なんか、一緒にご飯を楽しみたいなって思った。なんか、そうなんかね、一緒にやってることに対して、一緒に楽しんでくれる人がいい、リンカは。カバンから相撲を出せないと焦ってた。ガチで思うの、いるよね、こういう人。お会計前にちゃんと小銭を確認する人とかさ。いるよね。他の女の子見て可愛いって言ってた時。ガチなえる。それ無理、こういう男の人。無理！考えてみただけで無理。なんかさ、普通にさ、なんかさ、特別扱いしてもらわないとちょっとリンク無理かもしれない。ご飯屋さんで鼻くそがピロピロしていた。ガチでおもろい。マジで無理。笑って一粒だけタピオカを吹き出したとき。ねえ、待って、なんか過去にもいた気がする、リンカ。なんかガムを、思い出した、ガムを、これ多分喋ってんのに、ふってガムが出ちゃって、それで永遠に笑ってた、リンカ。ねえ、もう、リンカさ、そういうので笑っちゃうんだよね。だからさ、カエル化っていうのがさ、あんまりわかんない。なんか全ておもろいになっちゃうかもしれない。わ、いたわ、そういう人、本当に。めっちゃおもろかったな。食べてたのに、喋ってて、ガムがフォッと出ちゃって、えっつって、それで、激爆笑してた、マジで、リンカ。まあ、拾ってたんだけどね、そのガムはちゃんと。だから、そのガムを拾わないとかだったら、ちょっと、えってなるかもしれない。でも拾ってたから別に何とも思わなかった。前好きな人と放課後喋ってたら、口からミンティア出てきた。ねえ、こういう系おもろくない？なんかさ、ね、リンカもさ、ミンティア食べてて、リンカ言った気がする彼氏に。で、どうするこれ喋ったらプッとか出ちゃったらって言ったの。で、言ったらね、言ったらあるわ、こういう経験。で、フッて出ちゃったらどうする？それ、ん？食べるよって言ってた。ああ、マジでおもろくね？ね、ガチでおもろくない？エレベーターで彼氏だけ乗れなかった時。エレベーターってあれか、ウィーンのやつか。乗れない時ね。でもなんか、それだとリンカ降りちゃうけどね。ちょっと待ってよとか言って。カエル化されるんじゃない？靴下が鬼ダサい時。ね、全然平気、リンカこういうの。
靴下が鬼ダサくてもなんか、あ、そういうの履く人なんだってなんか受け入れるかも。短パンにロングブーツできた時変えるか。え、短パンにロングブーツってダメなの？可愛くない？女の子で。あ、男かな？なんかロングブーツ冬とかめっちゃ履いてて、下向いてる顔を覗き込まれた瞬間別にええやろ。こういうことでしょ。だから大丈夫？待ち合わせの時、わってやってきた時、待って、リンカめっちゃやるんだけど、それえ、ダメだった？わっ、待った？っていう。え、もしかしてリンカ氏が変えるかされる？え、ありえるよね。え、めっちゃやるんだけど、脅かすとか。ご飯食べてる時ずーっとスマホ。ねえ、ずっとスマホね。ご飯食べてる時くらい下ろしてよねって思うかも。スマホはちょっと嫌かもね。お店入って1分後くらいに次どこ行く発言。うわー、嫌かも。帰るかってよりかは嫌かも。次どこ行くって、え、今は楽しもうよって思うかも。嫌かもな。待って、なんかさ、どっかにね、あくびを目の前でされた時みたいな日だの。え、めっちゃ輪郭じゃない？っていう話をね、さっきのビデツーで言ったのね、彼氏とも。で、え、俺じゃんみたいな感じで言ったのね、彼氏も。で、え、いや、めっちゃ輪郭でしょみたいな言ったの。それで、で、え？みたいな、俺らじゃんみたいな。で、それで話して、え、俺マジで、入るかもみたいな。いきなりこうやって、口の中に手入れ出して、え？輪郭も入るかもとか言って、とか言ってやってた。え、マジでおもろくない？うちらカップルって。でもさ、マジで入りそう、リンカ。どう？入った？入るくない？マジで入る。だってリンカってマジであくび超でかいよ。本気で。なんか、こないだ、2年間会ってなかった幼馴染と会ったんだけど、その幼馴染と一緒にいてあくびした時も、でかあくびってめっちゃ言われたのね。だから本当に相当でかいなと思う、リンカって。電車でぴったりくっつかれた。え？かわいくない？こんなの。かわいいって思うんだけど。あ、結構ある。何をするにも次どうする？何する？って聞いてくるとき。みんな結構これ、カエル化するらしいね。どうする？次何する？って結構、あんま聞かない方がいいらしい。みんな、気をつけて。靴紐ほどけたと思ったら、地面に座って靴紐結び直したとき。めっちゃおもろくね。座る？って言っちゃうかも、リンガだったら。え？そこ座る？って。え、おもろい。なんかさ、え、おもろすぎる。カエル化行動っていう、あれがおもろいよね。一生唇に トマトの皮ついた。教えてあげろ、ほんとに。これは。みんなさ、なんかさ、鼻くそとかさ、なんかついた場合、教えてあげないのかな？リンカだったらすぐ教えるんだけど。でも、どうでもいい人だったら教えないかも。初めてデートした時の彼氏の私服のズボンがダメージしすぎてた。やりラフィーじゃね。映画中、スマホ触り出した時。あー、やかも。やかもね、それは。映画中、スマホ触る人。でもさ、リンカさ、映画見れない人だからさ、あんまり共感できないかも。映画、じっとしてられないんだよね。十字架のネックレスつけてきたこと。なんかさ、結構さ、外見へのカエル化が多いかもね、なんか。笑い方キモすぎた時。ねえ、リンカじゃん！トイレで2時間弱待たされた。許してあげて。だって、リンカもマジでお腹弱くて、もう超みんなのこと待たせてるし、本当にこれはもう許してあげて。2時間弱、戦ってたんだよ、トイレで。もう、頑張れって応援してあげて。これは本当に。野菜嫌いすぎてラーメンの具を下に沈めてたこと。想像するだけでおもろいんだけど。てかさ、リンカラーメン苦手なの知ってた？みんな。リンカラーメン苦手なんだ。くちゃらがマジで多い。みんなほぼくちゃら。あと店員さんにタメ語とか。なんかめっちゃ多いわ。毎回同じ服着てきた時、デートに行くこと？別に。なんかその人自体がいるんだったらいいけどね、リンカも。本気で好きじゃなかったから服に M サイズのシールついてたの無理やったかも。本当に好きじゃない人には、まあそうなるよね。なんか、ちょっと、って、なんか、本当に好きじゃない時はね、なるよね。でも、別に本当に好きだったらならないってことでしょ、これは。大体みんなそうだよ。まださ、あれを知れてないね、本当の愛ってやつ。知れてない。
だからみんなこうやってカエル化行動しちゃうんじゃない。おい笑えるって言われた。え、よくね嫌だ、カエル化したんだこれが。おい笑えるって。ドクロの T シャツ着てきたこと。あー、年齢にもよらない。年ヒゲって書かれちゃう。え、リンゲヒゲめっちゃ好きなんだけどえ、リンクヒゲめっちゃ好きなんだけど。嫌なんだ。数分おきに鏡チェック。え、全然いい。むしろそんくらいがいい。てか、なんならリンクがめっちゃ鏡チェックする。ほんとに黒い車とか現れた瞬間をこうやって見てみる。あと、すぐそこに鏡があったりとかしたらで見る。しかもちゃんと決めるからこうやって。え、リンクじゃん、これリンクじゃない。カエル化されるの。映画館デート、私は私服でメイク気合い入れてんのに、あっちは学校のジャージ。まあいるよね、そう。何も聞いてないのに片耳イヤホン。イヤホン嫌だー。なんかさ、二人の空気感っていうかさ、空間があるのにさ、なんでさ、それで答えちゃうんだろうね。小学生みたいな水筒おじさん。あの、トーマスってこと？なんかミッチが持ってたら全然別に何でもいいかもしれない。好きすぎだよね、それって。壁についてた時、男が。え、あのさ、え、待って。なんかさ、インスタをさ、結構前からフォローしてくれてる人だったらわかると思うんだけど、いたよね。でも別にカエル化っていうかさ、なんか、カエル化はしなかった気がする、その時。なんか、笑っちゃった、それで。え、笑うことってさ、カエル化なのかな？その人に対して。ハベにしてんじゃんみたいな感じでさ、笑うことってさ、カエル化なのかな？ズリンが何とも思わなかったけどね。わかった！リンカってさ、人に興味がないから。だから、あれなんだよ。その、人に干渉しないっていうかさ、なんか興味がない。リンカってね、本当に興味ある人じゃないと、本当に話しかけにもいかないし、見もしないんだよね。ザ・ ESTP って感じじゃない？本当に。興味ある人にしかさ、興味ないんだよね。フードコートでキョロキョロしてたんですか？これさ、よくあるよね。なんか、でもそうやって思ったら、前はそれが嫌だとか言ってたかもしれない。なんか便乗して。給食でイチゴジャム直食いしてたこと。1円玉落としてたから、拾ってあげたら、生きって、いらんって捨ててた。絶対呪われるよ。ほんとに。一緒にマック食べてたら、ハムハムって言いながら食べてた。ねえ、美味しくない？これ、バーガー、新作のバーガー美味しくない？ハム、ハム、美味しい。ハム。でも待って、いたかも。小学校の時にさ、なんか、小学校の時に、給食を食べる時に、って言って食べる人がいたかも。でも別になんか分かった。なんかさ、リンカの小学校ってすごいね、人類でなんかすごくたくさんの人がいたのね。だから最初にもそういう経験をたくさんしてるってわけ。だから別にカエル化とかしなかったのかな、リンカって。歩くスピード合わせる気なくてどんどん先に歩かれてったこと。やだ。やだ。先行かないで。一緒に散歩してた時、すれ違った人にちょっと見られただけで仲良く立ててたの、カエル化。え、それはカエル化。ありえない。反抗期？雷鳴ってる中自転車で帰ってたぜ一時。だって帰るしかないんだもん。ごめんじゃんね、こんな手で汗を拭きまくるところ。じゃあどうすればいいの？ハンカチ持ってってあげなよ、そうやって言うんだったら。もうみんななんか種類が多いね、カエル科の。首のとこからヒートデック見えてた。リンカなんてめっちゃ見えてるよ、ヒートデックなんて。しかもヒートデックで家いたからね、普通に。しかもヒートデックでインライとかもしてるからね。あ、インライじゃない、ごめん、見てつね。鼻毛出てた。え、リンクさ、友達のさ、鼻毛さ、出ててさ、普通にさ、え、ちょっと待って、つってさ、ってめっちゃやる。意外に抜けるの楽しいよ。相手の唇が切れてて血が出てた。でもさ、まずそれさ、ちょっと言いにくいよね。鼻毛が出てるときは言いやすいけどさ、こういうのって言いにくいよね。なんか、え、血出てるよ、みたいな。それってどういう感情でさ、言えばいいかわかんないね。え、どういう感情で言う？え？ねえねえ、唇さ、血出てるよ。か、ティッシュいる？とか、血？とか。うわ、リンクだったらちょっと触って、見てこれ。血出てる。とか言うか。どうやって言えばいい？なんか対処法を教えてほしいよね。唇がさ、乾燥でさ、血が出るってさ、もうなんかもう仕方ないじゃん、もうそういうのって。そこまで愛してあげてよ。でもデートだからさ、まだ、付き合ってない、間もない初めてのデートとかでさ、そういうのがあったりとかしたらさ、もうちょっと嫌だよね。まあね、言ってもいいですか？付き合ってもない初めてのデートに行った時、リンカさん、
は体験談なんですけれども、雨が降ってたんですね。で、あ、違う、雨が降るって言われたの。でも、リンカは傘を持ちたくないのね、本当に。だから、傘を持ってかなかったの。ね。で、向こうに着いた、集合地点着いた時に、え、傘持ってきた？あ、持ってきたんだ、みたいな。え、リンカさ、持ってきてないんだよね、みたいな。って言ったの。マジで持ち歩きたくなかったから。だから、あいあい傘をするとかそういうのではなくて、別に普通に傘を持っていくことが大嫌いなのね、リンカって。だから、もう本当に嫌いすぎて、もう雨降ってても傘を持っていかない日とかって全然あるのね。で、それで、その、まあ、デートした相手と歩いてたら雨が降ってて、で、まあ傘入れてもらうじゃないですか。で、入れてもらった時に、え？って開くじゃん。こうやって刺して、一緒に入るじゃん。そしたら、え？危険な香りがするって思ったら、なんか傘だったんですね。もう初公開だと思います。傘で、臭いのが、で、なんか多分、傘を干し忘れたのかな？なんかさ、傘って、まあ、基本干すのかな？でも、リンカは干さなかったけど、でも、傘が、えらいことに臭くて、めっちゃ。で、もう、うえってなるくらいの臭さだったの。で、もそれも耐えて、その日のデートは終わったんだけど、もう、その傘が原因ってくらい、次の、デートは行きませんでした。そういう時もありました。イエイイエイ。うわぁ。ご飯食べるときに自分の分だけお水持ってきた。これ、やだね。気使えないってことでしょ。持ってきてよ。リンカの分持ってきてよ。お願い。喉乾いたよ。っていう。あー、これがカエル科でしょ。この今のあくびがカエル科。ほんとに。二人でいるのに、花火大会の会場着くまで1時間ずっと無言。がカエル科か。でもそれって、カエル化ってよりかは、悔しいの方が近いんじゃない？だってさ、自分が喋ればさ、こんなんならなくてよかったんでしょ？あ、リードしろと、リードしてくれなかったってことかな。リードしてくれなかったから、ちょっとカエル化になっちゃったよ、みたいな。なんか世の中たくさんの人がいますね、本当に。食べた食べ物が歯に詰まってた時。待って、思い出した。もうこんなんなったら、食べた食べ物が歯に詰まってた時、よくあります、私。私が歯に詰まります、よく。だけど、彼氏はね、あっって言って、こうやってね、立ってくれるの。なんかいい人すぎない、ほんとに。しかもさ、そのさ、リンク彼氏の話をするときのさ、この口角の上がり具合半端なくてさ、なんか顔に出やすいのちょっと嫌じゃない？なんかさ、わかったわ。もう改善しよう。顔に出やすい。出やすすぎる。てかさ、歯に詰まってる爪をなさ、こうやってさ、やってくれるってめっちゃ優しくない？ほんとに。いつもありがとう、みっち。ほんとに。しかも、ここにも詰まってるとか、かかりは詰まってるとかよくあるのね。え、ほんとに？ってこうやってって、撮ってもらうのね、こうやって。そしたら、みっちのマネージャーさんかな。マネージャーさんに、なんかさっき、あれ、みっち、歯に詰まった食べ物撮ってもらってたね、って。あって。めっちゃ見られてたの。多分ね。多分、ミッチのマネージャーさん以上に他にも多分見られてたと思うんだけど、でも全然そういう場でもね、ミッチってなんか、あってこうやってやってね、こうやって、ってこうやって、はい、ってこうやってやってくれるのね。あー、素敵な彼すぎるね。本当にいつもありがとう。ね、顔に出すぎ、本当に。横で鳩のモノマネしながら歩き出したとき。マジでおもろい。え、リンクうまいよ。コクルルコクルル。うまくない？リンク特技にこれ入れようかな。鳩のモノマネ。ココロココロ。うまいっしょ。マクドでレジまで行ったのに食べたいのないから出よって言われた時。入ったなら食べろよ！ポテチめっちゃこぼす。ねえ、聞いて。中学生の時に、久々にその小学校一緒だった男の子と、電車の中で会ったの。で、したらその男の子がポテチをこうやって食べてたのね。で、え？ヤッホー？みたいな。え、何々じゃんみたいな言ったの。私は、え、お、よっほーみたいな言ってくれて、で、ポテチを食べるって言われて、え、食べるって食べたのにいいかも。で、したら、そのポテチをね、落としちゃったの。で、リンカは友達と一緒にいたのね。で、友達と、え？みたいな、なんで落としてんのみたいな感じで話してて笑ってたんだけど、それを彼氏とか、まあそういうのって思うと、ちょっと、人によるかも、なんか、カエル化って、
さ、好きな人に対して起こすことじゃん。でも他の人がしてて、なんかさ、カエル化ってなんかもう分かんなくなってきた。なんかもう分かんなくなってきた。もう分かんない、みんな。もういい、分かんないからこれで終わりにして。でもリンカは多分カエル化行動をしちゃう系なんだろうね。でもね、言ったらね、なったことあるってさっきのビレッジで言ったけど、マジでないって言ってた。嬉しい、ありがとうって感じで終わりたいと思います。みんなバイバイ。カエル化行動をしないように気をつけていきましょう。でもそのカエル化行動も愛せるような人に出会えたら素敵な人生を送れるかなって思います。